グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。ペットのワンちゃんを放し飼いにしたいというご要望もありました。家族のように大切にしているワンちゃんがウッドデッキで遊べるように作り変えます。奥に見える小さな扉は手作りの門扉です。ウッドデッキいっぱいにワンちゃんが快適に走り回れる広さです。ワンちゃんが敷地裏に逃げないように設置した手作りの門扉です。敷地の通路に合わせて特注の門扉を設置しました。ワンちゃんが走り回る範囲に土の部分を少し残してワンちゃんのトイレスペースにしました。門扉の奥に見える土の部分がワンちゃんのトイレスペースです。土の部分は深さ30センチ程度砂を入れて定期的に取り替えられるようにします。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。